ネルメロの原神キャラの推し誰？フータオがいっちゃん好きだな。フータオ八重美子。フータオレザータルタル八重美子。え？これ話しかけたらイベント始まるやつ？ヨエミヤもいる。写真イベントのやつ。話しかけてみよう。えーい。はあ、やっと片付いた。早く追いかけないと。お前いつここに来た？相棒。いいところに来てくれた。今友達とフクロムジナという強い妖怪を追いかけていてね。さゆやん。もちろん俺の友達から聞いたのさ。噂によると強大な妖力を持っていて、稲妻の野外を容赦なく破壊して回っているらしい。さゆやん。こっそり外へ遊びに行く子供を見つけたらすぐさまいたずらをするんだとか。さゆじゃない気がしてきたな。子供たちの左右の靴ひも気づかれないよう結んだり、泥と草を木からぶら下げて果物に変えた後それを食べさせようと騙したり。来てる理由の説明になってなくない？手下の小無事なを子供たちの親や先生に変化させて驚かすらしいね。こんな恐ろしい妖怪放っておくわけにはいかないだろう。もし時間があるなら一緒に袋無事なに会いに行かないか。あ、ヨイミヤが、ヨイミヤってそんないたずらすんの？ヨイミヤお嬢ちゃんのことを知ってるのかい？そいつは奇遇だね。でも今はめっちゃおもろいわ。タルタルいんのしてるような時間じゃない。ヨイミヤお嬢ちゃんたちはこの先でフクロムジナの後を追っているところだ。あ、だからあれか、イベントやってヨイミヤに話しかけてわかんのか。フクロムジナの激鈴に触れて背後から奇襲を仕掛けられないようにね。変なとこ真面目やな。ヨイミヤの作り話、いやな、そうだよね。で、ちょっと話が合わないと思ったら、多分ヨイミヤの方でも両方聞いてわかるんだな。え、おもろ。いつから稲妻来てたんだ。 2.2 のイベントでね、タルタリアは稲妻に来てたんだけど、もしかしたら1年間ずっと稲妻にいたとかじゃないよな。だとしたらおもろいけど。あ、そっか。そうや、スネージには一回戻ってたわ。あ、ヨイミヤどこにいるの？ヨイミヤいたわ、さっき。マジ？全然気づかんかった。ヨイミヤがどこにいるかわからんから、見つけた時に、あ、おったわ。あ、そういう意味ね。ちょっと会話、まあ、今回はいいかな。ちょっと レイラーのいろいろ試したいしね。タルタルとヨイミヤの場所変わってたの見た？え、知らん。今回のイベントでタルタルとヨイミヤが稲妻にいるんでしょ。マジで笑ったわ。タルタリア稲妻に来てて。ナヒーダタルタル忍で超開花させた時、超開花ミサイルの回心判定は誰の回心率に依存しますか？浮気ですか？なんか距離近くない？なんで私の探索ルートにいつもいるの君？距離近いな。これじゃあボイス聞いといた方がいいんだ。でも今はそっとしといてあげよう。聞いてもいいけど、とか後でこ、あ、聞くか。浮気現場見ちゃった。あ、ちょ、終わり込んでいいんすかこれ。あ、すいません、どうも、何話してるんですか？なるほど。確かに、それならプレゼントにぴったりだ。めっちゃイチャイチャしてるやん。最近、八重堂が新しい小説をたくさん出して。浮気現場見ちゃった。シゲルがこの前言ってたんやけど、新刊の中には童話もたくさんあって。これもしかして私、聞き逃しあるかな？ちょうどいいらしいで。え、これ第何フェーズ？第1フェーズが、この間私がタルタルと読みは見たとこ？で、これ第2フェーズ？もしかしてこれ第3だったりする？あと、小倉美穂さんのとこに新しい絹織物が入ってん。これ聞けないよね、今までのボイス。新しい着物があるかもな。はいはいはい、絹織物。あ、妹さんの服のサイズは覚えとる？もし間違うたら可愛くなくなってまうけど。やっぱタルミヤなんやな。通常攻撃弓矢キャラ組。トーニャの服のサイズ。トーニャ、この間新しい服を買った時は確かタルの妹やね。いや、あの子は身長が伸びるのが早いし、俺が覚えてるサイズじゃもう合わないかも。え、タルタリアが長男で、トーニャが長女で、テウセルが次男か。え、トーニャの方が上かな。じゃあ覚えてないなら仕方あらへんの。テウセルのお姉ちゃんやな。じゃあ絹織物をいくつか買うのはどうや。夫婦やん、確かに。その方が妹さんも喜ぶかもしれへん。旅人そっちのけで話してるよ。やばい、この人たち。そうや、二人の世界に入ってる。もう少し持っていくのもええんやないか。何日か前に新しい二人の世界入ってる。作ったんや。
綺麗な模様で話聞かないもんこっち。弟さんや妹さんたちも。あ、タルタリアってお兄ちゃんいるっけ？三男？マジで？じゃタルタリア家ってもうビッグファミリーなんやな。やばいな。タルタリアのお父さんもビッグファーザーじゃん。本当はそうやな。お土産にちょうどええもんと言ったら。もう私タルタリアのキャラクターストーリー読んだの多分もう1年半ぐらい前だからもう覚えてねえわ。はあ、来たか。今は宵宮お嬢ちゃんに稲妻ならではのお土産を教えてもらってたんだ。やっと気づいたか私のこと。つまんな、二人の世界に入ってた。この子には感謝しないとね。でないと何を買って帰ればいいのか皆目見当もつかなかった。どうやって知り合ったの？馴れ初めは？ちょっとおじさん気になるな、そういう話好きだから。偶然さ。偶然。用事でちょうど稲妻を通ったから家で待つ弟と妹にお土産を買おうと思ったんだ。なんか腹立ってきた。腹立ってきた。前にテウセルが稲妻の鬼カブトムシを自分の手で触ってみたいって言ってたのを思い出したんだ。だからまずはそいつを捕まえることにした。旅人のことは相棒とか言ってたのに遊びだったんだけど、鬼カブトムシを探している途中子供が森の中を走ってるのを見かけたんだ。お似合いやな、確かにね。魔物の群れに突っ込む寸前でね。助けてあげたのかタルタル。その子を止めてついでに魔物を処理したんだよ。なるほど。彼と一緒に宵宮お嬢ちゃんに会うことになったんだ。偶然やな、偶然や。その後はまあ俺に袋ムジナ退治専門家っていう称号が与えられたってわけさ。なるほど。ただ残念ながらあの子たちの親は外を冒険するのを良しとしないらしい。だから今回の俺たちの妖怪追跡ごっこももう終わりだ。コメント欄の本当にファテスかよって。カルタリアファレイ向いてないよな。俺が乗る船もあと数日したら稲妻に着くし、もうじきここを離れることになる。執行官ってこんな優しいんだな。人助けするんやね子供の。そうだ宵宮お嬢ちゃん、稲妻ならではの飲み物でおすすめはないかな。執行官向いてないよな。せやけどかなり長いこと船に乗るんやろ。飲み物は腐りやすいし保存の効くお菓子の方がええと思うで。ほう、三色団子やひよお餅なんかどうや。稲妻の綾香のお餅美味しかったな。スイパラのやつ、また生きて。三色団子が好きでな。原神スイパラコラボ復刻してくれ。ご飯が入らなくなるやろ。せやからいつも家の人に怒られとるんや。いやでも正直飲み物より団子の方が腐る気がする。そういえばテウセルも昔はそうだったな。お菓子を食べ過ぎてメインディッシュを食べなかった。ひよお餅って言うんや、綾香の餅。親父に散々叱られてたよ。ひよお餅やばかったね。あ、なんか雪見大福みたいなもちもちの皮、甘い皮で中にまあ餅があってクリームも入ってていちごも入ってて、ちょっとおしゃれなおもなんか和菓子ってさ、ちょっとしょっぱい桜の花かな、お塩漬けにしたやつあるやん。それもついてて結構しょっぱかったけど。よいみお嬢ちゃん、口直しもあったね。さてお土産を買うのにモラが足りるか数えてみないと。俺が払うよ。着物2着に絹織物3段、めっちゃ金あるな。お菓子がご飯を、あとは鬼カブトムシも。パディってめっちゃお金あるけどな。でもそれスネージナヤ国民の血税よな。タルタリアのアンちゃんはすごいな。家族思いなんやな。勝利先生のお金を俺が払うよした時もね、タルのお金じゃないと思うねんな。アンちゃんのことか。何もなかったで。ずっと子供たちの相手してくれとったし、機会があったら岩尾に剣術を少し教えるっていう約束もしとった。岩尾って誰や。あのちっちゃい子供か。せやけどあんたほんまに知り合いが多いな。どこにでも友達がおるって言うても差し支えなさそうや。いやまあそりゃ主人公なんでね。いやいやそんな。そら羨ましいな。もし機会があったら北国銀行世界を回ってみたいね。そ、北国銀行がお金あるもんね。いろんな友達と出会うんや。ほんで一緒に冒険したりお話ししたり。せやけどまあ、よいみやも結構友達広い方ちゃう。しばらく遠出はできひんけどな。あ、なるほどね。今度稲妻に来るときうちに言わんとこそこそするのはなしやで。でもクレイとかアルベドに面識あんのよいみやぐらいやけどな。最初にうちの花火屋に来て旅の途中であった新しい出来事を教えてくれるのが一番ええな。なんか最近ちょっと辻褄合わせてきてない。宵宮が稲妻から出ない理由は
父ちゃんの世話をしなきゃいけなかったからだし、魔人任務で川辺が出番がなかった理由は、なんかどっか行ってたからだよね。なんかなんでこのキャラクター、魔人任務とかでめっちゃ一大事件が起こってる時に、お前は何をやってたんだってなるじゃん。それをうまく合わせに来てる。良きことですよ。建設工事か。砂漠で建築してた。それでスメールに来れなかった。そのおかげでアルハイゼンとの会話がコントになっててめっちゃおもろいんだけどね。夫婦漫才になってたな。マジおもろいあれ。